佐野義宗は、日本のバスケットボール選手である、旧姓、加藤。ポジションは、フォワード、センター。沼津学園高校、日本大学を経て2002年に、トヨタ自動車アルバルクに入団。以後、日立サンロッカーズ、レラカムイ、北海道や、クラブチームを経て2011年には、BJ リーグの浜松、東三河フェニックスと契約した。その後は、 秋田ノーザンハピネッツ、ライジング福岡と BJ リーグのチームでプレーし、2014から15、シーズン終了後に引退した。静岡県富士宮市出身。沼津学園高校で、全国大会を経験し、日本大学に進学。2001年には、北京ユニバーシアード代表に選出される。卒業後の2002年、トヨタ自動車アルバルクに入団。 同年には全日本代表に選ばれたが、怪我のため辞退した。2006年、日立サンロッカーズへ移籍。2007年、JBL に新規参入となる、レラカムイ北海道へ移籍。レラカムイ対談後は、実業団のイカイレッドチンプス、クラブチームのエッジ1に所属。2010年12月に浜松、東三河フェニックスの練習生となり、 翌2011年の1月に選手契約を締結。その後、フェニックスのヘッドコーチであった中村和夫が、秋田ノーザンハピネッツへ移籍するにあたって、佐野を秋田に勧誘し、結果、金銭トレードによって秋田に移籍した。2013から14シーズン終了後、佐野と秋田との契約は更新されず退団。佐野は、ライジング福岡と契約した。 2014から15シーズン終了後、自身の Facebook にて引退を表明。引退後は、故郷の静岡県でバスケットボール教室を運営している。この記事は、以下のカテゴリでも参照できます。加藤義宗に関するカテゴリー。ありがとうございます。